冬季練習中のフォームの修正。どうもこんにちは、川瀬です。皆さんの走りのフォームでですね、直したいところってどこでしょうか？今からね、始まっていく冬季練習においてですね、このフォーム修正ってとっても重要になってきますし、まあ、直したい課題をですね、クリアしていく大チャンスですよね。なので今回はですね、このフォーム修正にフォーカスしてですね、段階的に自分の走るですね、改善していく方法などをですね、解説をしていきたいと思います。なので皆さんの中でですね、春からしっかりとベストを更新していきたいよ、来シーズンこそはですね、もっともっと活躍していきたいよ、もっとかっこいいフォームをね、身につけてですね、タイムを向上させていきたいよって方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてみてください。このチャンネルでですね、陸上競技の短距離走に関するですね、速く走るためのトレーニングの方法とかですね、理論や考え方、このあたりですね、配信していますので、チャンネル登録お済みでない方はしていただいてですね、この後別の動画もぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい、それではですね、このフォーム修正がですね、冬に向いているポイントですとか、まあ、やり方についてですね、解説を詳しくね、していきたいと思います。そもそもフォームとは何なのかという話ですけども、まあ、これ簡単に言ってしまうと、まあ、走り方ですよね。まあ、個人差もちろんあるかなと思うんですけども、速く走るためのですね、仕組みは決まっています。なので、それに基づいてですね、走り方をしていくことでですね、もちろんタイムっていうのは向上してくるわけなんですけども、そういった速く走っていくためのセオリーの中で、皆さんの体ですね、個々の体に合ったフォームを獲得していきましょうねと、そういったことが求められるというわけですね。でね、これからの時期に行われていく冬季練習というのはですね、まあ、陸上競技のシーズンというのはですね、まあ、おそらく4月からですね、10月ぐらい、11月ぐらいかな、これぐらいかなと思うんですけども、それ以外の時期はですね、シーズン中にしっかりと結果を出していくためにもですね、鍛錬期と呼ばれている時期ですよね。筋力アップをしてきたりとか、スタミナアップをしてきたりとか、まあ、基礎体力をアップしたりとかですね、走りの技術を整えていく、そんな時期でありますよね。でね、僕の他の動画でもですね、冬季中の練習の計画でしたり、まあ、サーキットトレーニングとかですね、走り込みのトレーニングなどね、方法もですね、配信していますので、まだね、チェックしてない方はね、この後ね、ぜひチェックしてみてください。じゃあ、この走りのフォームの修正ですね、これがなぜ冬に向いているかというね、理由、これ3つあります。これをね、しっかりと押さえておく必要があるかなと思います。まず、1つ目はですね、試合までの期間があるということですね。やはりね、シーズン中もですね、フォームの修正とかですね、走りの修正ってもちろんね、かけていくんですけども、実際ね、試合がすぐに迫っているとかですね、もしかしたら毎週ね、レースがあるような時期もあるかもしれませんよね。そういった時に、やはりこのフォームの修正ってなかなかね、厳しいかなと思います。もちろんね、時間的なものが足りないというのもあるんですけども、フォームを修正するということは、自分のね、既存のフォームですね、今走っている走りの形から一度崩してですね、また新しいものを再構築していくというね、流れになってきます。つまりですね、この崩した段階で、一度ね、記録が落ちてしまったりとかですね、まあ、少しね、試行錯誤するね、期間がね、必要というわけですよね。それをシーズン中に当ててしまうとするとですね、例えば大事な試合の前に、フォーム修正をかけたいよ。一度自分のフォームを崩しましたよ。その段階でレース来てしまうと、これ大変ですよね。なので、試合までの期間がですね、長くある、冬季練習中にこのフォーム修正をしてあげると。まあ、なので、レースがね、すぐ近いとですね、それにね、対応できなくなってきますので、冬の間ですね、11月、12月、1月、2月と、まあ、4ヶ月ぐらいね、あるわけなので、まあ、その中でね、長期的に見積もってですね、走りの改善をね、行ってもらうといいかなと思います。はい、二つ目の理由はですね、反復回数が多いよということですね。まあ、単純に冬季練習中というとですね、やはり気温もね、低くなってくるわけなので、なかなかね、スピードレベルって高くはキープできないですよね。ある程度ちょっとスピードを落とした形でもですね、心肺機能を追い込んでみたりとか、まあそれこそ走り方意識しながらねできるわけですよね。なのでシーズン中と比較するとですね、その反復回数っていうのはね、桁違いに多くなってくるかなと思います。多く反復できるということは、これどういうことかというとですね、スプリントドリルというのは、まあドリル反復というね意味がありますけども、反復することで自分のね体がですね自然に覚えてですね、そのスキルを無意識下でも発揮できるようになるということですね。走る距離やですね、回数が多い冬季練習において、このね、フォーム修正を行っていくことでね、メリットになってくるのは、やはりこの反復回数がですね、自然に多くなる関係でですね、まあ、スキルの定着をしやすいかなと思います。まあ、なので、トレーニングね、組み立てていく際はですね、まあ、その走るペースとか走る距離とかですね、そのあたりをね、うまくコントロールしながらね、やってみるといいかなと思います。それから3つ目ですけども、工夫したトレーニングを組むことができるということですね。やはりね、シーズン中であればですね、まあ、試合に向けて逆算してですね、まあ、比較的ですね、実践的なトレーニングですね、まあ、試合に近い形とか、まあ、すぐに使えるようなものとかですね、もしくは出力を高めていくよと、一発のね、設置の力とか全力走ができるようにね、体をチューンアップしていくわけですよね。ただし、冬季練習中においてはですね、いろんな練習組めるわけですよね。筋力トレーニングもそうですし、
走りの技術に特化したスプリントドリルをいっぱいやってもいいですし、不整地ですね、坂とか芝生でもいいし、砂浜とかね、そういうとこ走りに行ってもいいですよね。11月からですね、まあ2月とかね、3月までのですね、まあ4、5ヶ月間ですね、その長期にわたってですね、継続することをね、しっかりと決めていくことができればですね、まあ先ほどのね、反復回数にもちろんつながってくるわけなんですけども、技術はね、しっかりと自分のね、中にね、定着してくると思います。というわけで以下の理由からですね、やはりこの冬の練習中に自分の走りの方もね、どんどん改善していくよってことはね、非常にね、時期的にも向いていますし、冬の間でね、やっていきたいトレーニングの課題の一つかなと思いますね。じゃあどうやったら自分の走りのフォームをね、修正していくことができるかというね、そこをですね、3ステップでお話をしていきたいと思います。やはりね、段階的に行っていくと。まあ、そもそものね、走りの方も修正していく準備がね、めちゃめちゃ大事だよということをですね、お話をしていきたいと思います。まず、ステップ1ですけども、課題の明確化ですね。皆さんの走りの課題って何ですかね？これね、いろいろあるかなと思います。例えば、レースの後半になって失速が大きいですよ。動きとしては足がね、流れるような動作が強くなってしまいますよと。つまり後ろの方向に送られた足を素早く前に回収できなくなってくるということですね。じゃあこれって見えている現象ですよね。そもそものこれの原因って何でしょうかというところまでしっかりと見てもらいたいなと思います。レースの後半に足が流れるような動作が強くなるということはですね、地面に対してね、設置をする際にですね、その時のね、力が足りていない可能性がありますよね。なので、足全体を強いバネにしていくとか、自分のね、体に近いところに対して足をね、ついていくとかですね、そのあたりができていないからですね、もしかしたら足が流れるというね、動作につながっている可能性もありますよね。なので、課題を明確にする際はですね、まずは見えている現象とかですね、まあ実際にタイム測ってみて、見えている課題ですよね。可視化できる課題。そこから原因のところまでしっかりと落とし込んでいけるかどうかっていうかね、まず一つね、重要になってきますね。例えば他の例でいくとですね、地面につく瞬間にぐしゃんと潰れてしまう、腰が低くなったように見えるという方はですね、単純に接地の瞬間の筋力不足ですね。股関節周りの筋肉が不足しているのか、体幹が弱いのか、もしくはですね、地面につくポイントがもちろん体より遠い位置にあってですね、その位置に対して乗り込み動作が遅れてしまうので腰が低く見えるのか、このあたりが原因になってくるわけですよね。別の例でいくと、突き急ぎですね。自分の体がうまく前に進んでいないのに、早く地面につこうとしてしまうと。こういう方も多いかなと思います。まあ、これの原因としては、スイングスピードですね。地面についている間に、この指示足が後ろの方向に送られる、このスピードが遅いと。つまり自分の重心が前にうまく運べていないので自分が進むまで設置を待てないということですね。あとよくある課題としては腕振りですね。例えば後ろでビヨーンと伸びちゃうとかね、腕振りが左右バラバラになってしまうとかね、そういうことも考えられますよね。そういった時に、まあ原因としてはですね、単純に腕のね、可動域、まあ動かす範囲とかね、硬さとかね、筋力なども関係するかもしれませんけども、足との連動性はどうかと。例えば地面を蹴りすぎている場合はそれに伴って腕もですね、後ろにビヨンと伸びる可能性もありますよね。あとは、もしね、手と足の連動性がずれているよ、タイミングがずれているよっていう場合はですね、体幹がうまく使えていない可能性がありますよね。上半身と下半身をつなぐ、この体幹の操作性、コントロール力っていうのが失われている、低い可能性があるということですね。まあ、あとは、例えば姿勢が悪いとかですね、猫背、逆に反り腰とかね、まあ、こういう姿勢の悪さなどもね、皆さん気にされるかなと思います。まあ、これも単純に姿勢を維持する筋力ですね、まあ、体幹部分を中心とした筋力が不足しているのか、もしくは柔軟性が欠如しているのか、あとはですね、前回こちらの動画で紹介したような軸を作るような意識とかスキルが不足しているのか、そういったことも原因に考えられるかなと思います。なので、今言ったところですね、ちょっと今日の動画では一つ一つはね、解説はしていかないですけども、各ね、こちらの動画でね、解説をしていますので、そのエラーのね、原因とかですね、あと改善方法が知りたいという方はですね、概要欄とか、あとコメント欄にね、リンク貼っておきますので、詳しくはね、そっちを見てみてください。なので大事になってくるのはですね、今言った見えている走りのエラーですね、つまり走りのフォームの中で格好悪いところ、ここをね、直していきたいわけなので、そこの原因をしっかりと突き止めましょうねという話ですね。もしね、別の課題とかですね、こういった格好悪いフォームをしているよ、これを直したいよというのがあれば、ぜひね、教えてもらいたいので、コメント欄に書き込んで、情報ね、シェアしてみてください。はい、それではステップ2ですけども、トレーニングを組み立てるということですね。まあ、先ほど走りの課題、そしてその原因をですね、しっかりと明確化することができましたので、それに基づいてですね、トレーニング計画を立てていく必要があるわけですよね。で、まあ、いろんなね、練習の方法ありますけども、ざっくりですね、トレーニング分けていくとですね、3つに分けられるかなと思います。まず、筋力トレーニング、あとはフィジカルですね、柔軟性の向上とかですね、スキルを実現していくための体を、スキルを実現していくための体ですね、ベースを整えていきましょうということですね。それから、技術トレーニングですね。
スプリントドリルをやってみるのか、それともですね、坂走ってみるとか、浜走ってみるとかですね、走の技術を向上させていくようなトレーニングの方法ですね。あともう一つは走りのトレーニングですね。スピードを落とした形のですね、フォーム層、テンポ層をですね、繰り返していくのか、ちょっとスピードレベルね、高めた形のですね、レペテーションとかタイムトライアル形式の練習ですね、それをやっていくのか、などなどね、いろんな走りのトレーニングはあるかなと思います。なので皆さんのね、課題、そして原因をですね、この3つのトレーニングに落とし込んでですね、計画を立てていく必要があるかなと思います。じゃあ例えば例ですけども、先ほどね、足の流れですね、これをね、一つの例として挙げていきますね。やっていきたい筋力のね、面のトレーニングになってきますけども、やはりね、まず姿勢の安定するためのですね、股関節周りの筋肉とかね、体幹の筋肉をアップさせる必要がありますよね。足の流れの原因というのは、地面についた瞬間の出力不足、圧をね、うまくかけられなかった。で、そこで獲得できなかったですね、推進力を最後の段階ですね、足が後ろに送られた段階でもう一度地面をキックすることでですね、補ってあげるというのが一つのね、原因に考えられるんですけども、つまり地面につく瞬間のパワーをね、高めることができればですね、足の流れを防げる可能性があるということですね。なので、やはり大きなね、股関節周りの筋力とかですね、短い時間でその筋力を発揮できるような能力、このあたりが求められるというわけですね。まあ、あとは単純に、後ろの方向に送られた足を素早く前に持ってくると、股関節を屈曲させてくるスキルと、まあ、筋力とかね、そのあたりの能力を求められますよね。まあ、シザース動作と言われますけどもね、先日こちらの動画で、ね、解説をしているので、そのね、トレーニングの方法はぜひね、チェックしてみてください。それから技術のところね、見てみると、いろんなところね、修正ができるかなと思います。先ほどから言っている通りですね、地面につく瞬間、接地の瞬間に、体の近くにまずね、ついていけるかどうか。この接地のポイントを修正していくというアプローチの方法。それから、接地と逆ですね、離地。つまり、地面を離すタイミングを的確にできるかということですね。自分の重心がついているポイントからですね、前に移動していきますと。で、いつまでも地面をキックしているわけではなくてですね、次の接地の準備を早い段階でしていかなければならないので、適切なタイミングでですね、地面を離してですね、足を前に持ってくる必要がありますよね。まあ僕ね、よく膝抜きとかね、そのあたりのね、スキルね、紹介をさせてもらったりもしますけども、このあたりが当てはまってくるかなと思います。まあ、あとは、一歩の出力のですね、感覚とかですね、パワーを引き上げていきたいのであれば、ジャンプのトレーニングなども有効ですよね。バンディングやってみたりとか、ホッピングやってみたりとか、まあ、あと、もっとシンプルなジャンプで言うと、リバウンドジャンプやハードルジャンプですね。両足での連続ジャンプなどもですね、効果的かなと思います。じゃあ、そういった基礎的なですね、体力、それから技術のトレーニングですね、走りの以外の部分でね、補ってあげることができたらですね、まあ、走りの中でどうやって意識していくかというところですよね。それが次のステップ3になってきます。はい、なので、ステップ3ではですね、テンポ走ですね。自分の全力走 100% だとしたらですね、その出力を 70% から 80% まで落とした形ですね、ちょっとリズムを落とす、出していく力を落とした形でですね、走っていきたいと思います。やはりね、全力疾走中にフォームを意識するってめちゃめちゃ難しいですよね。例えばレースの最中にですね、今姿勢はしっかりできているかなとかね、素早く膝を前に持ってこようとかですね、お腹に力を入れようとかね、いろんなことね、思いながらやるのって不可能に近いですよね。なので少しね、走りのリズムを落としてもいいので、フォームを意識できるようにですね、このテンポ走っていうのをね、踏み入れていきたいと思います。はい、それではこのテンポ走、フォーム走をね、やっていくにあたって、とってもね、重要なポイントが3つありますので、これをね、お話しして、今日のね、動画は終わりにしていきたいと思います。まずね、テンポ走をやる上で重要なポイント、1つ目はですね、意識することはですね、1つに絞ろうということですね。先ほどもね、ちらっと言いましたけども、いろんなことを意識していたらですね、もちろん速く走ることって難しいわけですよね。例えばね、スタートダッシュするにあたってですね、上半身を大きく振っていこうとか、頭から足の先まで一本のね、棒になるように意識をしていこうとか、あとすねを倒そう、それに伴って上半身を平行にしていこうとかね、まあいろんな技術とかね、意識があるわけなんですけども、それをね、一度に考えてね、やっていく。さらに、合法ですね、用意ドンの音に合わせて出ていくっていうのは、これはほぼ不可能に近いかなと思います。なので、フォーム走をやる際もこれ同じでですね、例えば今から100メートルね、テンポ走 80% ぐらいの力で走るとします。その中で意識するポイントってね、一つだけに絞ってやるといいかなと思います。まあ、例えば、膝にポイントを持ってもらって、後ろの方向に送られた膝を素早く前にダイナミックに持ってくるとかね、この時に膝が上の方向に行ったりとかね、しないように注意をしていくということですね。あと、地面につく瞬間にフォーカスを当てていきたいのであれば、地面をすぐ離す意識をしてみるとかね。まるで、例えば下がですね、熱々の鉄板の上で走っているような感覚でね、イメージしながらやってみるとかね、そういう意識でもいいかなと思います。はい、それでね、意識するポイントね、一つに決めてもらったら、例えばね、冬の間中ね、その一つだけ意識するってわけじゃありませんね。同じ日でも意識は変えてしまって OK です。例えば100メートルね、80% ぐらいの力感で5本走るとしますね。で、1本目の意識としては、例えば膝を前に
に持ってくる意識、2本目はちょっと変えてみてですね、地面につく瞬間に早くね地面を離してあげようという意識とかね、3本目はちょっと腕にねポイントを持ってもらってですね、地面につく瞬間に後ろから前に思いっきりね振っていこうとかね、このタイミングを合わせていこうとかね、なので1本1本ね意識を変えて OK なんですけども、その1本で集中していきたい意識というのを1つにね絞った方がより効果的にですねフォームの修正ができるかなと思います。なのでね、ステップ1でですね、皆さんの課題明確にしてですね、直したいポイントねいっぱい出てくるかなと思うんですけども、それを一気にやらないようにしましょうねということですね。一つ一つ順番にね解決をしていくことでですね、感覚の良い走りというのをね獲得できるかなと思いますので、一本で一つの意識と、そしてそれをした結果自分はどう感じたか、結果的にどれぐらい速く走ることができたのか、そのあたりまでねしっかりと振り返ってですね、練習に意識つけてもらうといいかなと思います。それからポイント2つ目ですけども、リズムをキープしていきましょうということですね。やはりテンポ走とかねフォーム走やるにあたってですね、何本もね反復していく、距離が重なっていくと疲れてきますよね。そこで落ちがちなのがリズムですね、走りのリズムです。もちろんねテンポ走なので自分のね持っている力のね 70% 80% で走っていくので、そもそもリズムって速くはないんですけども、その中でもね間延びしすぎないように注意をしていきましょう。間延びしすぎてしまうとどうなるかというとですね、ちょっと力が上の方向に逃げてですね、うまいち前に重心が移動しないよ、ポンポン弾んだような走りになってくるよ、地面に対してうまく圧がかけられないのでスカスカした走りになってくるよと、そんな感覚がね出てきてしまう可能性があるかなと思いますので、しっかりね加速局面で加速したら、そのリズムをキープしながらゴールまでね走るようにしていきたいと思います。まあこれどんな距離でもそうですね、100メートルを走るのか、200メートルをやるのか、それとも300メートルをやるのか、もちろんね皆さんの専門種目によってですね選んでくる距離などは違ってくるかなと思うんですけども、このリズムのキープで大事にしながらやってみるといいかなと思います。はい、それからポイント3つ目ですけども、距離とかですね、あと休憩時間とかね、このあたりは的確に設定していく必要があるよということですね。皆さんの専門種目は何ですかね、 100m ですかね、それとも 400m ですかね、 200m 主体にやってる方もいるかなと思います。なので実際にレースの現場でですね、その技術を発揮していく必要があるので、例えばね 100m の選手がめちゃめちゃ長い距離をやる必要はないとは思いますし、逆にね 400m の選手が短い距離ばっかりやっていてもですね、例えばレース後半で発揮したいスキルがですね手に入らない可能性もあるということですよね。なので皆さんの専門種目、専門のですね距離に合ったですねトレーニングの設定というのが求められるというわけですね。例えばテンポ走の例を挙げていくと、 100m を5本 ×2 セットとかね、まあ 100m かける10本でもいいですけども、休憩時間としてはレストが 100m ウォークですね、 100m 走って 100m 戻っていくと、なので休憩時間としては 2、3分かなと思います。あとちょっと距離を伸ばすのであれば、 120m を例えば3本 ×3 セットとかね、もしね暖かい日であればですね、少しねスピードレベル上げてですねフォームを意識して走ってみてもいいかなと思います。でコーナーから直線に出ていくという種目に関してはですね、やはりコーナリングというのはよりですね地面をグググと踏んでいく感覚がつかみやすいです。その感覚をキープしたまま直線にね出ていくことでね、まあ、直線だけを走るよりもですね、なんとなくうまく走れる感覚があるという方もね、いるかなと思います。なので地面をしっかりと押していきますよ、踏んでいきますよと、そんな感覚を獲得したい場合は、コーナーから直線にね、出ていくと。まあそういったね、走路の変化も利用しながらね、やってみてもらうといいかなと思います。あとはもう少し長い距離であれば、200メートル10本とかね。このあたり合計の走行距離が2000メートルになってきますよね。なので200メートル走って200メートル歩くと。これをね、10回繰り返すわけですね。まあどちらかというと、ロングスプリンター向けのトレーニングではあるんですけども、100メートル選手でもね、レース後半のリラックスした走り方とかね、最後まで体を動かし続ける能力を獲得したいという場合もですね、こういった長い距離ね走ってみてもいいかなと思います。あとは僕のね大好きな40秒間走などですね、40秒かけて決まった場所からゴールしていくというものですね。詳しいやり方はこちらの動画でね、走り込みの中でね紹介していますのでチェックしてみてください。なのでもちろんね本数を抑えてですね、スキル練習の一環としてこういったねテンポ走などねやってみてもいいですし、逆にですね、本数めちゃめちゃ多くする、距離もね少し長くしてみる、で体が疲労した中で省エネ走法ですね、どうやって効率よく走っていくかというのを自然に引き出してあげると、そういったところにも走り込みのですねメリットはあるかなと思いますので、うまくね使い分けをしながらですね走りのフォームの修正ね行っていくといいかなと思います。じゃあ今言った3つのポイントね押さえてもらったら、最終的にこれ何が必要かなというと、速い動きに落とし込むっていうことが重要になってきますね。ここまでは 70-80% のテンポ走とかねリズム走やってきたわけなんですけども、最終的にですねどこで使いたいかというとですね、皆さんレースの現場でもちろん使いたいわけですよね。つまり全力疾走下でしっかりとスキルを発揮する必要があります。でやはり冬から春ですね、シーズンに向けて
この移行期間で悩ましいところはですね、この早い動きに対応できずにですね、いまいち調子が上がってこないというケースですね。まあ、この移行期の過ごし方などもですね、またシーズン近づいてきたらね、配信をしていきますけども、少しね、テンポを落とした形で、試合の体の動かし方から外れてしまったところをですね、試合向けに修正していく、早い動きに対応していくというね、作業が必要になってきますね。で、もしね、春先毎回調子が悪くてですね、まあ、例えば、調子が上がってくるのは秋になってしまうよとか、そういう場合ですね、ちょっとこのコンディションの移行がですね、失敗している可能性があるかなと思いますので、例えばね、冬の練習の中、毎日ね、ちょっと工夫ができるかなと思います。テンポ走ね、先ほどの例でいくと、200メートル10本走った後に、まあ、少しね、休憩を置いてですね、全力疾走ですね。60メーターぐらいでもいいですし、100メーター1本ね、全力疾走してもいいかなと思います。まあ、少しね、疲労感がね、強い状態になってくるんですけども、しっかりとパワーを出す、出力をしていくっていうことをですね、冬の間もやってあげることで、まあ、シーズンに移行していくよ。そしてですね、早い動きに対応していくよっていうのはね、スムーズになってくるかなと思います。で、全力疾走がね、ちょっと怪我のリスクがね、考えられてですね、怖いというのであれば、メディシンボールを思いっきり投げてみるとかね、思いっきりジャンプしてみるとかね、ウェイトトレーニングでしっかりと出力していくとかね、そのあたりをね、うまく組み合わせてもらうことでね、この早い動きへの対応、短い時間で大きな力を発揮していくよという能力の獲得、このあたりもね並行してできるかなと思いますので、うまくね組み合わせてやってみてください。はい、というわけでですね、今日は冬の間のフォーム修正、そのですね、段階的な方法などをですね、解説をさせてもらいました。皆さんね、個人のね、個々のね、課題あるかなと思います。で、例えば足が流れるとか、接地で潰れてしまうよとか、腕振りが変だよとか、姿勢を直したいよという場合ですね、各課題に関しては別の動画ね、解説をしているので、そっちをね、詳しく見てほしいんですけども、そのフォームを修正していくにあたってのプロセスをね、今日の動画を参考にですね、組んでもらうといいかなと思います。またね、僕がね、今考えられているフォームのエラーですね、それ以外のものがありましたら、ぜひね、教えてもらいたいので、こちらもね、解決策をですね、考えてですね、動画などにね、していきたいと思いますので、ぜひね、コメント欄に書き込んでみてください。じゃあ皆さん、冬季練習ね、頑張ってやっていきましょう。ではまた。